おばんでございます佐渡伊藤酒店晩酌一五一へ、はい、今夜も佐渡島からお送りしますはい早いもんで2月に入りました明日は2月3日節分です節分といえばはいそうですね明日水曜日なもんですからえ財、ー、惣菜部は休みです惣菜部が休みになるっていうと、えー たたままにですすけど、えー、夕飯作ったりもします、えー、俺はちゃんこを作ったりするもんですから明日はそのちゃんこを久しぶりに作ってみようと思ってうん35年前に教わった味噌炊きという名前のちゃんこを作ってみようと思っとおりまして、えー、それをこのビデオカメラで撮って 流してみて、てみと思っております。うまく取れるもんかどういうもんか、えー、うまくできるもんかどういうもんか味がどうなるかはちょっとわかりませんがやってみようかと思っておりますと言うても、えー、これを画面を見とる皆さんが食えるわけじゃねえもんで何とも言えませんが匂いがわかるわけでもねえ味がわかるわけでもねえんですけど、まあ、明日はちょっとちゃんこ味噌炊きを作ってみようと思っております はい、どうなるか分かりませんが一つよろしくお願いします以上伊藤酒店晩酌一5一会佐渡島からお送りしましたはい